おっすおっす、黒だぞ。こんばんは、森です。今回も信長の野望編成 PK やっていくぜ。今度は何をやるんです？今回は、対馬に全部将を集めてみたぞ。全部将集合シリーズの3回目ですね。改めてやることを説明しておくと、各大名家を最弱大名に任せて、群雄両乱シナリオに登場する総勢2085人の武将を一つの勢力に集めて、これで天下統一までのスピードを競ってみようってわけだな。これまではこんな感じの結果だったわけですが、今回は対馬ですか。対馬自体もこれまでも何度か動画で扱ってきましたけど、ポテンシャルはあると思いますがどうなんでしょう？正直今回はオイラも全然わからんぞ。なんせ最強の城だと思っていた大阪城スタートがあんな結果になったからな。でもあれで終わるのもどうかと思って、今回対馬スタートを選んだわけだな。さてどうなるものでしょうか？とりあえず始めていくぞ。それじゃあ早速デモプレイを開始していくぞ。過去に見てきた対馬のイメージですが、うまく北九州を抑えられると、一気に拡大できるイメージですね。普段はどうしても勢力が多くて睨み合いになって、結果北上してきた島塚、中国地方の毛利に飲み込まれるイメージだな。北九州はポテンシャルは高いと思うぜ。ここで動き出したぞ。ここを超えられるかは大きいですが、向かったのは平戸城ですね。まあ今回は向かいさえできれば落とせるからな。そのまま大村城に向かっていったぞ。これは北九州の密集がうまくいったな。さらにさらに日の江城まで向かってますね。これで一気に領土が4倍になりました。形は良くないけど、周辺勢力で見ると頭一つ抜けたか。こうして見ると、ほぼ同じ条件に見える大阪城付近が頭をよぎっちまうな。大阪城スタートと違うのは、本拠である対馬が攻められにくいという点ですかね。攻めに出るのが大変な対馬ですけど、裏を返せば攻められにくいとも言えます。よくストラテジーゲームで島国の防御力の高さが言及されますが、新生 PK の対馬にも同じ匂いを感じますね。城が一つしかないからどうしても限界はあるけどな。そうこう言ってる間に、北九州でどんどん拡張が続いていくぞ。一応要所要所で騎乗もしてるっぽいけど、割とすぐに出陣してる感じがするな。兵は減っていないけれど兵糧がなくて騎乗してるんですかね。かもしれんぜ。順調に大きくなってる対馬軍だけど、隣で元小早川家が大きくなってるのが気になるな。面倒なことにならないといいですけどね。いっそ突き破ってくれるのが一番手っ取り早いけど、これまでの傾向を考えると一旦スルーの方向だろうな。他にまだ拡張先がありますからね。実際九州西部を南下していきます。この後の対馬軍は、まずはどんどん南下して九州西部を確保、そこから一気に元大友家を飲み込むぜ。徹底して元小早川家をスルーしてますね。その元小早川家は中国地方にしっかり拡張してるな。元小早川家無視はこれでも続いて、次は四国方面に渡っていったぞ。四国侵攻は止まらなくて、そのまま湯月城も攻略、その裏でようやく元小早川家を飲み込み始めたぞ。これで九州制覇も見えてきましたかね。あとは伊藤家が残ってるな。結局開始10年でこんな感じになったぜ。四国の北部を脱走して、中国地方にも上陸してるぞ。なかなかいびつな形になってますね。ただこれには明確に理由があったぞ。この時点で二つのぼっち家を従属させているんだけど、それが元伊藤家、そして元長宗我部家の二つなんだよな。それを知った上で見ると、開始10年で、ほぼ九州と四国を制したレベルで拡張しているんですね。これはかなりの大拡張と言えそうです。問題はここからどう拡張するかになりそうだな。でさっきも少し見せたけど、この時点での火災はこんな感じ。火災に任命されているのは上杉謙信だな。効果は集合遊具の金特性だぜ。部隊が強くなって、集落の掌握速度が下がるものですね。これまでもそうでしたが、やはり序盤は内政よりも部隊の質を優先する傾向がありそうですね。まあ本当に最序盤の城が少ない時なら有用だとは思うんだけどな。ここまで大きくなっても使い続けてるのが謎だぜ。この後も対馬軍は、これまでの流れをそのままに中国地方で拡張を続けていくぜ。これは元毛利家の拡張先がなくなりますね。それを狙ってるのかわからんが、鳥取城まで落として、日本海側まで脱走しちまったな。これは元毛利家を完全に閉じ込めましたね。問題はここからどう動くのかですが。目線を少し下げてみると、従属してる元長宗我部家のぼっち家が侵攻、洲本城を落としちまったぞ。これで支配領域的には四国を完全に制した形ですね。すでに動く先を失っていた九州軍だけど、ここで動いて元小早川家を攻略していくぞ。九州勢力で元小早川家、元毛利家の相手をして、その間に内政が進むといいな。気づいたら元長宗我部家は吸収されてるし、さらにいつの間にか従属させていた元豊臣家も吸収。これで一気に近畿にも足場を得たぜ。しかも元柳家も従属させてるみたいで、武力で突破していた北近畿から抜けて、元尾だけに仕掛けるぞ。今回やたら従属が多いですね。元毛利家も従属吸収してたしな。結構な規模だったのにこんなことになるんですね。この調子だと元榊原家も従属してるんでしょうね。だろうな。しかも比較的最前線の大きめの勢力を従属させるからか、追撃のように動いてくれるパターンも見られたぞ。ここも元柳家が伊勢方面に進攻してますね。その間に対馬軍は北上、元朝倉家方面に進攻するぞ。ここで本拠攻城戦が発生するぜ。見慣れない家紋ですが、対馬を本拠とする宗家の家紋ですね。そして威風もいい感じです。
これで北陸への足がかりも手に入れたな。結局開始から20年での領土はこんな感じになったぞ。近畿は元や琉球も吸収して完全に支配下に収め、北陸では能登半島まで進出してるな。従属九州もふんだんに利用して、開始10年に負けず劣らずの大拡張を見せましたね。さすがにこれはおいらも驚いたな。しかも驚くのはこれだけじゃなくて、この時点で元だけと元前だけも従属させてて、実際の支配領域はもっと広いことだな。これはすごいですね。しかもこれ、残った敵対勢力も4つしかないんですが。これが吉と出るか凶と出るかはありそうだぜ。しかももう一つ驚いた要素があったぞ。それが火災だな。開始20年では珍しく竹中半兵衛が任命されていたぞ。確かにこれは珍しいですね。いつもはもう10年後のイメージですが。加えて奉行衆が総入れ替えされてるのは信長さんっぽいけどな。ただここまでうまくやってきた対馬軍だけど、ちょっと気になる要素もあるんだよな。順調も順調に見えますが、何が気になるんです？ちょうどこの場面なんだけどさ、これ、元だけと元前だけが敵対勢力との隣接を担ってて、対馬軍が隣接してるの。ここの鳥羽城から吉田城の海越えルートか、見切れ決まってるが、この能登半島先端の、松波城から佐渡島に渡るルートしかないんだよな。そういう意味でここからどう動くのかも気になるポイントだぜ。最悪進行が止まったりしないかも心配したんだけど、対馬軍は佐渡島経由で越後に上陸。大変だろうに海を越えて援軍を送って、周囲の城を攻略していくぞ。確かにこれはとんでもない動きですね。これまで見たことない動きです。こういう動きは従属が絡まないとさすがに起こらないだろうな。それにしても今回の元武だけかなりの拡張をしてるな。東海にもちょっかい出してきたし、甲信越に西関東も抑えてるぞ。正直面倒な相手ですよね。さすがに質の差で負けることはなさそうですが、毎回抵抗が強くなりそうです。対馬軍もそう思ったのか、越後の支配権を確立すると、元武だけを無視、東北方面に進行する動きを見せたぞ。この状況で元武だけを無視するんですね。一応元前だけと元だけの九州も終わったので、陸続きで攻めることもできそうですが。対馬軍は手始めとでも言いたげに、越後北部から太平洋側まで脱。これで元南部家を孤立させるぜ。しかもここでも対馬軍は外交を利用、元佐竹家も従属吸収したぜ。徹底してますね。元南部家の方も、ある程度攻め落としたところで、しっかり従属させてたしな。これで残す敵は元武だけだけだぜ。なんだかとんでも展開ですが、肝心の武だけがまだまだ大きいですね。どこからでも攻められるような状況の対馬軍だけど、ここで吉田城に渡って、東海道から攻め出すぞ。甲信から行かないんですね。てっきり甲信から行くのかと思いましたが、越後あたりを抑えてる影響でしょうか。安心しろ、三河まで抑えた後は、いつもの甲信脱ルートに入ったぞ。東海道を押し切るわけではないんですね。どこかで詰まらないといいんですが。さすがにその心配はないだろ。実際北からも甲信に侵入して、挟み撃ちにする形で甲信を落としていったぞ。その後は再び東海道進行に戻ったかと思えば、これもあっという間に浜松城まで陥落させるぞ。かと思えば次は関東に進出。これで城を二つ落としたぜ。こんな位置関係になることがないからではありますが、攻撃の方向が多彩すぎますね。それでもまだまだ勢力圏が広い元武だけ、必死に抵抗してきますね。各城で結構大きな戦闘になってるな。その分落とすのに時間がかかってる感じがするぞ。さすがに落とせないってことはないけど、対馬軍も相応な軍は送ってるぜ。だからなのか、どうしても動き続けるってわけにはいかなくて、ちょこちょこ進行が止まってたりするぜ。ここまで来れば内政も進んでいるでしょうしね。一応墓地も集まれば政策はできるだろうからな。軍事性が取れてる可能性もあるぜ。まさに三人よれば文殊の知恵ですね。墓地が集まってもコミュニケーションが取れるのか問題はありますが、そこはおるな。というかモリーこそぼっちだろ。撮影以外部屋から出てこないし、オイラたち意外と話してるの見たことないぞ。私は必要がないだけなのでセーフです。そういう問題じゃないと思うんだけどな。こんな無駄話をしてる間に、ようやく進行が再開。ここからはとりあえず関東を抑える形なのかな。分断策を取るような動きでもないですね。文字通り正面から潰していってる感じがします。これで関東平野の大部分は抑えたか。結果領土も分断される形になったし、ここまで削れば抵抗も最小限になってきたぜ。その後も順調に元武だけの領土を削っていったんだけど、ここで驚きのことが起こるぜ。まさかのぼっち家が従属。残ってるぼっち家は元武だけだけですよね。というわけで残り1ヶ月の期間が過ぎて、無事に天下統一エンドになったぜ。こんな終わり方ありえるんですね。今回は最初から最後まで従属祭りでしたよ。そんなわけで気になるのは記録です。改めて前回までの記録ですが、最速記録は徳山間スタートの1670年10月です。というわけで今回の記録は、1655年3月だったぜ。これはまたとんでもない記録が生まれましたね。動き的に早いだろうとは思ってましたが、
今回従属からの吸収がとんでもない数行われてたしな。しかも元毛利家とか元弥生家、元南部家、最後の元武田家も、相応に勢力が残ってる状態で従属してて、中には従属後に拡大までした勢力もあったからな。そりゃ記録も早くなるってもんだぜ。ほんとですね。というわけで整理すると、全部小集合でやった場合、対馬スタートはこうなるな。これは今後超えるのは相当に難しそうですね。少なくとも今回レベルで従属吸収を利用しないと厳しいよな。その上で吸収する勢力も相応に大きくないといけないように感じたぜ。まあそういう意味でも今回勝負を決めたのは、この1628年までの拡張な気がするぜ。このいびつな領土の伸び方が、結果的に隣接する勢力を増やし、従属勢力が増える要因になりました。同時に東進を急いだことで、1638年時点で近畿を抑えたばかりか、北陸や東海にも足を伸ばし始めてたからな。この辺の勢力うまく従属吸収できたのが大きかったぜ。まあなんでこれほどに従属吸収が使われたのか、逆に徳山間や大阪城スタートではそこまで見なかった気もするから、この辺の謎が解明できると次の記録が生み出せそうだな。従属をどうやったら使うのか、ですか。これまでやってきてもわからない部分なので、どうなるのか、ですね。まあ今回はとんでもない記録が生まれたってとこで終わっとくかな。そうですね。このチャンネルでは、いろいろなゲームの検証っぽい動画を投稿しているぞ。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくな。メンバーシップもありますのでよければご一行ください。X のフォローもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。よければこの動画も見てってくれよな。